作曲家、ピアニスト。アラン・ブッシュ1900年、ロンドン生まれ。ハイゲート校、王立音楽アカデミーで学ぶ。後に、ベルリンに留学し、音楽学と哲学を学び、さらに作曲を、ジョンはアイアランドに支持するようになった。ピアノを、ベンのモイ・セービチとアルトゥル・シュナーベルに支持した。1925年から1978年まで、王立音楽アカデミーで教鞭を取った。 教え子にマイケル・ナイマン等がいる。マルクス主義の支持者として知られ、ロンドン労働者が主連盟の指揮者の職にあり、1936年からは労働者音楽連合の議長となった。その影響は、オペラ、ワット、タイラーや最終楽章に共産主義者のテクストによる男性合唱がついているピアノ競争曲などから伺うことができる。他の作品には、 1> 第1番波長、第2番ノッティンガム、第3番バイロン、第4番ラスコーの4つの公共曲、ピアノと還元楽のためのイギリスの海の歌による変奏曲、野奏曲とフィナーレなどがある。1995年ワトホードにて正去。94歳没。ありがとうございます。